時間になりましたので宮川先生の講演会を始めたいと思います。教材開発センター長の藤村です。今日は皆さんお暑いところお集まりいただきありがとうございます。から今日はですね、箱崎キャンパス、ここは一応メイン会場ですけど、糸と大橋の方にも遠隔講義システムで中継をしています。でおかげさまで参加者がすごく多くて、今日は50何人になっています。で、まあ一言言わせてもらうとですね、50何人のうちの20人がぐらいの人で、東京、大阪、各地から来てもらっているのに、旧大の先生は12、3人しか来てないよねっていうのが、ここはちょっと僕は不満なんですが、まあ、その辺は丸野先生からまたいろいろあると思います。宮川先生は皆さんよくご存知だと思いますが、MIT でオープンコースエアのプロジェクトの責任者でずっと活躍されてまして、今日はオープンコースエアだけではなくて、最近入るのオープンエデュケーションですね。で、まあ、いろんな無料で教育教材を提供するとか、それでタイムリーに認定するとか、そういった話が回って、非常にタイムリーな話だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それではまずすみません、丸野先生から。こんにちは。この暑い中ですね、多くの皆さん参加してくださいまして、どうもありがとうございます。今日は特に宮川先生、大変お忙しい中にですね、私たちの研修会の場に、講師としてですね、長年使ってきた、ハウツーを教えていただけると非常にありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。多分皆さんご存知のように、国際キャンパスを迎えてですね、 OCW とか、あるいはオープンエデュケーションというような形の内容をいかに充実させていくかどうかというのは、今藤村センター長からもありましたようにですね、教育の国際水準を維持していくためには極めて重要な問題になってきているかと思います。ただそれを私たち教員がいかにユニークな教育プログラムを図り、そしてそれを実践していくかというのが、今後の国際水準で活躍するような学生諸君を育むかという意味では極めて大事な役割になっているかと思います。そうすると、すべてやっぱりそういう状況づくりには、先生方一人一人がですね、自ら率先していって、こういうような OCW やオープンエデュケーションプログラムの充実にですね、自分から積極的に関わっていただくことが一番極めて大事かと思います。幸いにも、今の現総長、有川総長は図書館館長という経験を踏まえてですね、この教材開発センターがいかに重要な役割になっているかということは、本当にひしひしと認識されていて、藤村先生、センター長をですね、後ろから続いていらっしゃるような状況です。そういう意味で今日は宮川先生のですね、いろんなアイデア、長年この20年間ぐらいかけて、マサス工科大学を充実を図ってこられた実績を踏まえながらですね、一緒に学び合えるような場になればいいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでもう一つは、これ今年から、パソコン筆記科が始まりました。パソコン筆記科が始まるということは、OCW とかエデュケーションプログラムの方をですね、いろんな実践させていくための、ある意味では一番のいい実践の場でもあるんだろうと思うんですね。だから英語による教材で OCW を作って、前もって来週はこういうような授業内容をするぞと学生に事前に報告させて、下準備させてきてですね、学ぶような状況作りということをですね、本当はやれるんですね。だからそこは多分藤村先生は意図して、基幹教育の新カリキュラムだから、それをスタートさせようという形で思いもあって、パソコンの筆記科に踏み切られたんだろうと思います。だからそういうような、状況づくりは今生まれていますので、あとは先生方の意識改善次第だろうと思いますので、ぜひぜひ、先生方が真剣に努力してくださることを期待して、私の挨拶いたします。どうもありがとうございました。今ご紹介をいただきましたマサチューセッツ工科大学の宮川でございます。九州大学には今回もう10回目、かと思います。特に藤村先生、他 OCW の関係者の方たちとはもう10年以上の長いお付き合いをさせていただいています。で、九州大学はかなり早い時期に、日本でオープンコースエアを始めまして、で一つのリーダーとして、日本、またグローバルオープンコースエア、でもリーダーシップを取っていらっしゃる大学です。で、今日も藤村先生ともいろいろとお話を伺うことができまして、でこれから非常に期待ができる大学だというふうに私は、思っております。
で、今日のお話はですね、10年前に MIT で始めたオープンコースウェアでスタートして、でここで教育のオープン化というものが一応本格的に始まったというふうに、理解をした、上でですね、最近始まったもっと本格的なオープンエデュケーションの、動きというものについてお話をしたいと思います。でまずその、オープンコースウェアのお話から、始めたいと思います。オープンコースウェアは2000年ですね、13年前の2000年に当時の MIT の、学長のチャールズ・ベスト学長が何人かの教員を集めて、MIT の e ラーニングのストラタジーを考えてほしいと、で何か提案してほしいというふうに、言いました。でたまたま私がその一人だったんですけど、で2000年はまだドットコムのバブルが弾けていない時代でしたので、当然我々としては MIT.com を立ち上げるという前提で、ディスカッションを始めました。でそこにはコンサルティング会社のブース・アレン・ハムルトンのメンバーも何人か、入っていました。で約半年にかけてもう缶詰状態で、でいろいろとその e ラーニングのベンチャーの約60社、ベンチャーを調査してみました。どのような、品物を売っているか、どのようなビジネスモデルを、作ってやっているか、いろいろと調べてみました。でその調べた結果分かったのはですね、この e ラーニングのビジネスというのは非常に厳しいビジネスであって、なかなかこう成功ができるようなものではないということが分かりました。どの企業ベンチャーもその皆さん頑張っていらっしゃったんですけど、そのいろいろと調べたところ、そのこう非常に成功しているというところはどこもなくて、で皆さんいずれは株公開をする、 IP をするということを考えていらっしゃいました。で MIT はその IP をとかその株公開するということはまず考えていなかったので、どうもいいビジネスモデルがないのではないかという、そういう大きなクエスチョンマークが、出てきました。でそこでその初めてこの MIT.com はもしかしたら、やるべきではないのではないかというふうに疑問を持ち始めました。でもう一つ同じこの委員会の中でやったことで、これが直接オープンコースウェアにつながったんですが、当時、MIT の教員、MIT の教員全体で約1000人いますけど、そのうちの約60人が自分で教えている授業の教材をウェブに打ち上げていました。で、もし MIT.com を始めるとしたら、そういう教員が作った教材をウェブ上で、打ち上げて、でそれを売るという、そういうようなことを考えていましたので、その60人の教員がなぜ、もう自ら、教材を打ち上げていたかっていう、それを知りたかったので、その60人にインタビューしました。これは一応私が担当したんですけど、でそこで分かったのはですね、みんな声を揃えて2つ、言ったことは、1つはこの、ウェブの、教材を作ることに対して一切手当は、特別な手当はもらっていないと。要するに自分の研究の時間を犠牲にしてこれをやっていると。60人みんなそう言いました。でもう一つ、なぜこういうことをやっているかっていうと、今自分で教えている授業の教育をより良いものにしたいので、実験的にこの新しいウェブというものを使ってみ、たいと思って、でこの教材を打ち上げた。でこの2つは2つのポイントはもう60人も共通して、声揃って言って、くれたこと でこれを委員会に報告したところで、もうみんな感じたんですが、そういうその教育理念をしっかりと持った教員が作った教材を MIT.com で直接お金を稼ぐために売るというのは、これは間違いではないかと。教材は教育につなげるべきで、お金につなげるべきではないと、そういうふうに思いました。でここでもう決定的なその、
結論として MIT.com はやめましょうと、やるべきではないと。でこの結論に至ったのは良かったんですが、学長には何か提案をしなければいけなかったですね。でそこで特にその2番目のこのポイントですね、その60人の教員が言ってくれたことを頭に置いて、 MIT.com と全く反対の MIT の教員が作った教材を誰でもいつでも全く自由に使えるようなシステムを作ったらどうかと。そうしたらこの、 MIT の壁の中に、で教育を受けている学生だけじゃなくて世界中の人たちがこの MIT の教員が作った教材を、使えるようになるんではないかとというふうに思って、オープンコースウェアというもう全くその自由にダウンロード改変配布全く無料でオープンで自由にできるようなシステムを提案しました。で幸いにこの、この提案を学長が非常に喜んで、くださって、ですぐにファンドレイジングをして、くださってですね、でオープン構成が打ち上がりました、このやっぱりファンドレイジングって非常に 大切だったんですけど、その無料で提案提供するのはいいんですが、やはりこれはお金がかかる、予算が必要だということで、この学長もすぐにそれ分かって、くださって、メロン財団とヒューレット財団に、声をかけて、くれまして、で、約当時のお金で30億円 の資金をつけていただきました。でその、資金で、オープンコースウェアを立ち上げて、でその、メロン財団ヒューレット財団にはこの、その資金をつけて、くださる、ことに対して5年以内に MIT で教えている科目ほぼ全ての教材をオープンコースウェアで打ち上げますというそういう約束をいたしました。で学長がまあそういう約束をして、で資金を持って大学に戻ってきてくださったんですが、ただそれを聞いてですね、一つ気がついたのは、この全ての科目の教材を打ち上げるというふうに約束をしたんですが、いくつ科目を教えているかというのを当時我々は知らなかったんです。でもう約束したので慌てて数えたところ、約2000の科目を教えているというのが分かりました。で幸いに5年以内にほぼ全て打ち上げたんですけど、ちょっとご覧になっていただきます。これが MIT のオープンコースウェアのホームページなんですけど、 ocw.mit.edu で、もうこのホームページに行って登録とか一切必要ではございません。でいろんなアクセスの、仕方があるんですが、まあ、私にとって一番分かりやすいのはこの学科ですね、デパートメントで見てみますと、A から始まって建築学のアーキテクチャーからずっとありますですね。例えばですね、MIT で一番大きい、電子工学、これが電子工学です。で電子工学のオープンコースウェアを見てみますと、ほぼ全て打ち上がっています。これがずっと学部の授業で、でここから大学院の授業が始まります。大学院の授業もほぼ全て打ち上がっています。また増えましたね。じゃあ一つちょっと覗いてみましょう、602、これは電子回路の授業です。これはアナント・アガワール先生の授業なんですけど、アガワール先生は、これから後でお話しするこの MOOC ですね、の EdX の会長を務めている、MIT の教授です。でこの電子回路を教えてるんですが、例えばですね、彼の、講義ノートがすべて PDF の形で載っています、これが3つ目の講義ノートですね、かなり詳しい、しかも非常にこう見てて楽しい講義ノートです。これを見ると、この授業でどのようなことをやっているかというのが分かります。それとですね、ここに、学生に実際にやらせた宿題が載っています。宿題 1,2,3,11 ほぼもう毎週出している宿題、
から3週目の宿題、本当の宿題です、電子回路の。で、最初に我々がオープンコースや提案したときには、少なくとも、シラバスと講義ノートは、載せて、もらおうというふうに考えたんですが、宿題を載せるとは実は思ってはいませんでした。それが最近ですね、このアナント教授もそうなんですけど、宿題と場合によってはその答えも載せてる先生がいます。で、これ最初見た時に驚いたんですけど、この授業は毎学期教えてる授業です。で、その宿題を出すと誰でも見られる。そのもちろん MIT の学生も見ることができますね。彼らは見ています。で、特にこの答えも出してしまうということは、これ一体何なんだろうと、次の学期どうするんだろうと。要するに非常に簡単なことで、次の学期には新しい宿題を作っているということです。で、大変な仕事です。試験も出していますね。これは期末試験です。電子回路、このオープンコースウェア の授業を外から見に来て、でこの期末試験とかっていうのがあるのに気がついて、実際に自分で勉強して試験を受けて、で採点してくださいという、そういうふうにコンタクトしてくる人たちもいます。もちろんそれはできないですけど、はい、それでは、これは飛行宇宙学の、デパートメントです。飛行宇宙学、アメリカでトップ の, 飛行宇宙学の、デパートメントですけど、このデパートメントもほぼ全て打ち上げています。で、これが入門の授業 でここで、ここでもその宿題とかございますが、学生のプロジェクトがあります。MIT ではですね、よくその楽器の成績を決めるのに学生にプロジェクトをやらせます。で、これは飛行宇宙学の入門の授業ですので、学生に何か飛ぶものを作らせます。で、クライテリアとしては、安定しているもので、コントロールできるもの、リライアブルなもの、荷物が運べる、速い。で、この最後のクライテリアが大切なんですけど、その飛ぶ姿が美しい、美しい姿で飛ばなければ、いい点が、いい成績がつかないということです。で、実際にこういうレースコースを作って、で学生が作ったものをこの周り飛ばせます、で先生はその、プロジェクトに対して、どれだけの荷物が運べたか、どれだけリライブか、で、どれだけその美しい姿で飛べたか、これで学生 の成績が決まるということですね。いろんなオープンコースのコースを見てますけど、学生のプロジェクトが一番見てて楽しいです。自分の分野ではなくても。で、今度は機械工学ですね。機械工学は、機械工学もほぼ全て打ち上がっています。これ最近見つけた事業ですけど、遠いデザインですね、おもちゃのデザインの事業です。MIT 遠いラボっていうラボがこの機械工学の中にあるんですけど、でその事業 でここにもプロジェクトがあります。で、この2000、これは2008年の事業ですけど、これはですね、2007年ですね、はい、これはブラジルの陶器会社と提携して、いかにこう安く面白いおもちゃを作るかという、そういうのを学生にプロジェクトとしてやらせました。非常に面白いプロジェクトです。ちょっと分野を変えて、これは私がやってるものなんですけど、これは歴史の授業です。
あの歴史学者のジョン・ダワー、あのご存知の方もいるかもしれませんけど、あの敗北を抱きしめてというあの非常にあの有名な本をお書きになったあのジョン・ダワー教授とこの10年間やっているプロジェクトかつ授業なんですが、これはあの画像を通して歴史を考えるという授業です。ビジュアライジングカルチャーというふうに言ってますが、全部で 40以上 の, あのものを作ったんですが、一番最初にやったのがこのペリー来航の授業で、ペリー来航に関する画像約400の画像を、日本アメリカの博物館美術館いろんなコレクションからあの、集めました。でここに、全部載せたんですが、この一つこれはあのこのプロジェクトだけではなくてオープンコースエア全体に関係していることなんですけど、オープンコースエアに載っている、教材このあの画像もそうなんですけど、まあ、全てクリエイティブコモンズでライセンスしています。でクリエイティブコモンズというのは著作権のライセンスなんですが、クリエイティブコモンズのライセンスによって、オープンコースエアを、使う方は全く自由にダウンロードできる、配布も可能である、改変も可能です、ね、全く自由にその教育 の, あの、用途である限りはあの使って非営利的な使い方です、ね、でこのクリエイティブコモンズのライセンスでこのように提供するには、出版社あるいは美術館にあのお願いして、でそういう形でこの画像あるいはグラフあるいはあの本をあのクリエイティブコモンズで提供、させていただくための契約をします。契約をします。あのこのビジュアライジングカルチャースは、全部で約200の美術館博物館とあの契約しています。であのペリーの画像もそうなんですけど、で こういう画像を見てみますといろいろと面白いことが分かるんですが、この右側は有名なペリーの写真、これはアメリカ あの写真家が写した写真で、左側があのペリーが最初に日本に来た時にあの日本中で回ったペリーの画像で、日本人の方がこ あの左側のこれを見るとこれどうも西郷隆盛ではないかという、で確かにあの似てる顔ですね。ペリーはなかなかその船から出てこなかったので、この絵描きさんたちはこういろんな話を聞いて想像して、で偉い人が来たと、で非常にこう背が高い、で それが西郷隆盛になっちゃった。でまたあの外人さんなので青い目をしていると。で確かに青いんですが、あの見てみると白いところが青くなっているとか、いろいろとこういうようなことがあります。これはあの最近やったあの非常にあの美しい画像を使わせていただいたんですが、これは資生堂と提携して、資生堂 あのアーカイブにある、もう資生堂、明治以来からの資生堂の画像を提供していただいて、クリエイティブコモンズであの使わせていただいています。もう最近なかなか見られないあの資生堂の、画像がここに、全部で300から400ぐらい載っています。でこれはその資生堂があのいかに、日本の女性のイメージを近代化したか、というような、あのでこれはあのジェニファー・ワイゼンフェルドという非常に有名なあの日本女性史の専門家、デューク大学の専門家にこの文章を書いていただきました。それではですね、最後にあのオープンコースエアで一番有名な授業、物理学、MIT ではですね、あの専攻が何であろうと物理学の授業入門2つ取らなければいけません。学部生で、あるならもう教養のもうリクワイアメントですね、物理学を取らなければいけません、ですからそのこの2つの授業をあの教えている先生たちはいろいろとその工夫をします。学生の中には物理学はなんか興味がないと、専攻は経済学なんだ、あるいはバイオなんだ、
物理学には興味、そういう学生もたくさん取りに来ます。でこれはあのウォルター・ルーウィン先生なんですが、ルーウィン先生もレクチャーノート、あと、宿題、試験も出しています。でルーウィン先生 の, あの有名なのはですね、ビデオレクチャーをすべて載せています。全部で35本あります。1学期通して の, あの授業全部ここで見られます。I'm Walter Lewin. I will be your lecturer this term. In physics, we explore the very small to the very large. The very small is a small fraction of a proton, and the very large is the universe itself. It's 0.1 centimeters. Stay where you are, 185.7.I'm sure I want to make the fraction, right? 185.7 plus or minus 0.1 centimeter. 全部で約300人の学生がここにいますが、よく学生をこうやって前に出してきて、で学生を使っていろんな物理の原理を説明します。You're one inch taller when you sleep and when you stand up. My grandmother was right. She's always right. Can you get off here? I want you to appreciate that the accuracy, thank you very much, Ed.ということです。あの私物理学ではないんですけど、あのルーウィン先生のビデオは私が見ても非常に楽しいです。これも世界中の人たちにあの使われています。ではあのパワーポイントに戻りますが、一応あのもう2000以上ありますので、あの 見せ始めたらキリがないんですけど、ぜひご覧になってください。であのこれだけの資料をあの打ち上げたんですが、今2180ほどの科目の教材がオープンコーサイで打ち上がっています。で実際にこれが使われているかなんですが、2000年に提案して2002年に実際にこのオープンコーサイを作り始めて、であの、それ以来ですね、スタートしてから現在まで約あの1億人の人たちがオープンコーサイをアクセスしています。毎月、最近毎月ですね、約あの120万人の人たち、ヒット数ではございません、120万人の個別の人たちが MIT のオープンコーサイアのサイトにアクセスしています。で、一番多いのがあの北アメリカの 44%、 次いで日本、中国、東アジアの 20% で、ロシア、ヨーロッパの 17% で、インド 9% で、アフリカの、インターネットが普及している北の方ですね、 4.4%、南アメリカも同じです。 4.4 南アメリカの最近アクセスが非常に増えています。でどうしてもそのアフリカの南の方ですね、インターネットがまだ普及していない南の方はアクセスが少ないと。でこれを見た時にですね、あのインターネットがこれからなのであの仕方がないんですが、でもオープンコーサイアを打ち上げた理由っていうのは、もう世界中の人たちにこの教材を使っていただきたいと思って打ち上げたので、このアフリカの南の方のこの 1.5% っていうのをこれどうにかしようということで、いろいろと調査をしたところ分かったのはですね、インターネットはこの普及はまだこれからなんですが、国立大学には立派なイントラネットがあるっていうことが分かりました。これはいろんなその ODA のお金とかで立派なイントラネットを、ザンビア国立大学、ケニア国立大学、キャメルーン国立大学にあるということが分かりましたので、何をしたかというと、このオープンコーセアのこの、 あの内容をハードディスクに落として、でそのハードディスクを実際にアフリカに担いでいって、でミラーサイトを作りました。この赤い星印がそのミラーサイトです。全部で110箇所ミラーサイトがございます。ほとんどアフリカですけど、アフリカ以外にもあります。でこれはですね、ただ担いでいってもうまくいかないので、あの何をするかというと、あの例えばこれは私もあの一緒に行ったんですけど、ザンビア国立大学にこの、 あのオープンコーセアのハードディスクを持って行ってもらったのはですね、ザンビア出身の
MIT の学生、アフリカからたくさん来ています。ザンビア出身の MIT の学生に、この、 あのハードディスクをもう担いでってもらって、で、もう彼もみんな知ってますの で、 であの彼が、ワークショップをやって、で、この、 あの使い方を説明して、くれました。で私もその場にいたんですけど、でそういう形でキャマルーン、ケニア、ザンビア、ルワンダ、いろんな国であの、使っていただいています。オープンコンセアを始めた理由は MIT 以外の世界の人たちのために使ってもらおうということであの、立ち上げたんですが、でもあのオープンコンセアを始めてすぐに分かったのは MIT にもたくさんのベネフィットがあると。 MIT の 90% の学生がオープンコンセアを使っている。これがその MIT、学内での、 あのアクセスのパターンですけど、もうこれ典型的な学生のアクセスのパターンですね。学期中は忙しくて、休みになると静かになる。忙しくなって静かになる。で、毎年そのアクセスが増えている。で、学生たちがこれをどういうふうに使うかというと、例えば来学期、授業を選択するにあたってどういう授業かっていうのをまずオープンコースやで見てみる。これが一番のあれですね。あるいは今自分があの受けている授業のオープンコースやサイトを使う。84% の教員がオープンコースを見ている。MIT の教員が。で、あの、この数字が分かったときに非常に驚いたんですけど、これだけの教員が見ていると。で、あの、いろいろとその聞いたところ分かったのはですね、もちろん自分のサイトを見てみますけど、他の教員のサイトをかなり頻繁に見ているということが分かりました。で、これを聞いたときに思ったのはですね、これ非常に貴重なことで、大学の教員は私もそうですけど、大学で教え始めると他の先生が教えてる授業ってほとんど見る機会がないです。もう基本的には自分が教えてる授業ですね。で、このオープンコースウェアが始まったことによって他の先生が、どうやってこの授業を教えているかっていうのがある程度見ることができるんですね。で、これはあの非常にあの大きなことだと思うんですけど、こういろんなあのその教え方モデルを見ることができるんですね。で、その中から一番こう自分に合ったものをあの選んで、で、そのティーチングの改善をすると、それは実際に MIT で起こっていると思います。その日本でよくこう FD という言葉を耳にするようになりますけど、これがまさに FD ではないかと思います。いろんなティーチングモデルを見て、その中から一番自分に合ったものを選んで、で、それをあの、まあ、自分のものにすると、ね。卒業生の 50% がオープンコースを見ている。自分の学部で、卒業した学部で今何を教えているか。で、これは MIT にとっては大切なあの人口ですけど、要するに MIT をサポートして、もらう人口ですね。要するにあの資金的にサポートしてもらっている、人口です。このあの世界 の、 あの大学のランキングというのが非常に話題になってますけど、一つのクライテリアはあの卒業生がどれだけこの大学をサポートしているかと、非常に大切な、人口 で、 であの MIT としてはいろいろと工夫してその卒業生と付き合おうとしていますが、 50% がオープンコースを見ているということ、これは非常に MIT にとっては大切です。で、あの最後のポイントですが、あの MIT の新入生にですね、高校にいた時にオープンコースを見ていたかと聞いたところ、約半分が見ていたと。で、これは嬉しかったんですが、もう一つ言ってくれたのはですね、そのオープンコースを見ていたと言った新入生のうちの 35% が MIT を選んだ一つの大きい理由、シグニフィカント、大きい理由はオープンコースやと言ってくれました。そして MIT にあの入学を認められた高校生はハーバードにも入学を認められる、スタンフォード、キャルテック、いろいろと入ります。その中から一つの大学を選ぶ。で、もちろん一番大切な理由は電子工学を勉強したいから MIT に行くんだ、バイオを勉強したい。でもそれと同時にプラスアルファでオープンコースウェアが大きな理由で
その 35% が MIT を選んだって、これはもう明らかに MIT はオープンコーセアはやめられないということです。でなぜ MIT でオープンコーセアがこれだけ成功したかと、この MIT の、オープンコーセアファカルティアドバイザリーコミュニティの委員長を今年で4年目になるんですけど、そういろいろとその教員の人たちと話す機会があって、でそのなぜ MIT でこれだけ成功したかと、でこれは非常に簡単な理由があるかと思うんですが、オープンコーセアのミッションは実は MIT のミッションである。 MIT のミッション、これウェブに載ってますけど、 MIT のミッションというのは新しい知識を作る、共有する、保存する、でその知識を世界の大きな問題に当てはめる、これが MIT です。でオープンコーセア以前の MIT はこのミッションを基礎研究で、満たしてきました。でそれがオープンコーセアが始まってからですね、基礎研究だけではなくて教育でもこのミッションを、表現することができる、満たすことができる、ということで、そのオープンコーセアイコール MIT、要するに MIT が持っているこの深いこの価値観ですね、この知識を作る、シェアする、保存する、これまさにオープンコーセアです。でその一つの証拠としてですね、 MIT がオープンコーセアを発表してからすぐにある若い教員が私のところに来て、で MIT がオープンコーセアを発表した日っていうのは私その人にとって非常にその誇りを持てた日だと。非常にMIT の教員として誇りを持ったと、ね、いうふうに言ってくれました。でこれはまさにこのオープンコーセアっていうのは MIT のその深い価値観をそのまま表現できたかと思います。 MIT がオープンコーセアを始めて以来、いろんなところでいろんな形でオープンコーセアの概念が、使われていますが、2008年にオバマ大統領がミシガンで教育に関しての演説をしまして、でそこでこの連邦政府は、オープンソースクリアリングハウスオブコーセス、要するにオープンコーセアですね。でこれはコミュニティカレッジ、短大のために誰でもどの短大でも使えるような、オープンソースのコースを、作るということで、当時の40億円の予算を、つけました。でこれ今でも盛んに動いています。 MITの委員会で2000年にこの学長に MIT がオープンコーセア始めるべきだというふうに提案したんですが、でもそれと同時にですね、 MIT のオープンコーセアがある程度こう形として決まったところで、世界中の大学に声をかけてオープンコーセアをやっていただこうということを提案しました。で実際に2003年ですね、オープンコーセア打ち上げてからすぐにその仕事に就いたんですが、でこのグローバルオープンコースウェア、コンソーシアムというものを立ち上がっています。九州大学もそのメンバーなんですけど、でこれがそのウェブサイトです。でこれが、今、もうメンバーになっている国なんですけど、アフガニスタン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、A からずっと始まって、中国、コスタリカ、デンマーク、ギリシャ、香港、インド、インドネシア、イタリア、日本、ケニア、メキシコ、数多くの国が入っています。もちろんアメリカ、ベネズエラ、ベトナムですね。ベトナムはもう国の教育の政策としてオープンコーセアをやっています。今アフリカのザンビア大学に話していますので、ザンビアが入ってくると、アフガニスタンの A からアルファベットの最後の Z まで入るというふうに言われますので、今度このお話を皆さんの前でもしする機会があったら、 A から Z までメンバーになりましたというふうにご報告できるかと思います。
これが世界中のオープンコースエアの科目コースなんですけど、青が MIT の、 この2000の科目です。 MIT はほぼ全て打ち上げたので、これからもずっと平ったく内容を時々リフレッシュしながら続けます。赤い部分が MIT 以外のオープンコースエア、九州大学 の、 コースもここに入っていますけど、これはもうものすごい勢いで増えています。これからもどんどん増えていきます。で、この赤い科目の中には英語の、英語で、提供している科目もありますし、スペイン語、日本語、中国語、フランス語、ペルシャ語、いろんな言語が入っています。でこれからそういう多言語の科目が、増えていくと思います。はい、でここまでがオープンコースウェアのお話です。でこれからですね、このオープンコースウェアで始まった教育のオープン化、で最近の、この出来事についてお話をしたいと思います。去年の夏、もうたった1年前なんですが、スタンフォードで教えている2人の教員、これ人工知能の入門の授業なんですけど、長年教えている授業です。スタンフォード の、 先生と、あともう一人は実は Google の研究所長なんですけど、この2人がジョイントで共同で教えている人工知能入門の授業を初めてですね、 e ラーニングの事業として、打ち上げて、でしかもですね、誰でも登録していいですよというふうに発表しました。で発表したところ16万人の人たちが90カ国から登録してきました。16万人90カ国で、ね、でこれはオープンコースエアとは違って正規の授業です。ですから毎週宿題が出て、毎週ビデオレクチャーを見て、で毎週宿題を提出して、でその宿題を採点して学生に戻す。16万人宿題を毎週出して、で最後まで、宿題を提出した学生にはこの2人の先生からその修了証明書、サーティフィケットが出る、そういう仕組みです。さて16万人の学生が毎週宿題を提出して、それを採点して返した。で彼に聞いたんですよ。助手が何人いるか、 TA が何人いるんですかと。1人、しかもその TA は採点はしないと、全て機械で採点をするという、そういうシステムです。でこれは非常に驚きました。こういうことができるんだとですね。オープンコースエアで始まった教育のオープン化は急にこの今もう名前がついてますけど MOOC ですね、マッシブオープンオンラインコース MOOC MOOC、が去年始まりました。16万人でスタートして、で最後まで宿題を提出したのが2万人です。ですから 10% ちょっとですね。これが MOOC のどの MOOC を見てもこれぐらいです。数多くて始まって約 10% から 15% ぐらいが終了します。 10% と聞くと少ないんですが、2万人と聞くと非常に 数多い。しかも2人の先生が2万人の学生を教育したんです。教育したんです。2万人の学生を。しかも2万人のうちの300人が満点だったんです。でその300人がどこにいるかっていうのが分かるんです。これについてまた後でお話します。今非常に面白いことが起こっています。でこの MOOC、 これはかなり大きいものになりそうだということで、今いくつかの組織ができてるんですが、この edX っていうのは MIT とハーバードが去年立ち上げたノンプロフィットの組織で、ここで、まず MIT、ハーバード、で作った MOOC を提供しています。全く無料で誰でも登録できるという、先ほどの、人工知能入門と同じなんですが、現在は、
ハーバード、MIT で初めて、バークレー、テキサス、他、マッギル、トロント、カナダですね。あと最近京都大学が LX に参加するというふうに発表しました。で、もう一つがこのコーセラ。これはフォープロフィットのシリコンバレーのベンチャーです。コーセラは、スタンフォードの2人の教員が、立ち上げたフォープロフィットのベンチャーです。シリコンバレーのベンチャーでやっています。で、コーセラはですね、今400万人以上 の登録者がいます。で、408 の MOOC のコースを打ち上げています。で、83の大学が、参加しています。で、コーセラには東大も参加するというふうに発表しました。今その準備をしています。で、コーセラの授業をいろいろと見てみますと、先ほどの人工知能入門、これは機械で採点ができますが、例えば社会心理学とか、文学の授業も打ち上がっています。あるいは、文学とか歴史とかも打ち上がっています。文学の授業、例えば去年ですね、ミシガン大学のラブキン教授がサイエンスフィクションの文学の授業をコーセラで、提供して、で、5万人の学生が登録して、毎週、その宿題に実際に作文を学生が書いて、それを提出しました。それを採点しなければいけなかった。5万人ですね。これをどういうふうにやったかっていうと、これ非常に面白いシステムですけど、学生同士で採点する。ピアアセスメント。で、これはこの MOOC から出てきた新しい仕方で、で、ラビキン教授とかなり時間かけてそのやり方を聞いたんですが、まだいろいろと問題はありますが、これはかなり面白い。学生同士でその作文の採点をするとですね。で、ラビキン教授に言わせると、うまくいった場合はこの伝統的な一人の教授が学生の作文を採点するよりももっといいシステムだというふうに言っています。もっといいシステムだと思うんですね。で、実はこれは他の先生からも同じことを聞いています。ペンシルベニア大学の、フィルリース教授がアメリカ文学の、授業をコーセラで出して、で、学生に毎週作文を出させたんですけど、彼も言ってました。これがうまくいくときは一人の先生が採点するよりももっといい先生だと思うんですね。はい。400ですか、科目。実は私も昨日一つ登録しました。人間の進化の授業ですけど、ヘブライ大学の先生、8月11日からスタートします。京都大学の LX に参加するっていうのを5月22日のプレスリリースで発表しました。で、この MOOC が実際に定着するかどうか、これはまだもう本当に1年ですからね。スタートして1年です。先ほど申し上げたスタンフォードの人工知能入門の授業が去年の今頃発表されました。それが今もうこんな世の中になって、1年でこれだけよく変わるもんだなと私も驚いています。で、定着するかどうか、まだこれからなんですが、いくつか面白い出来事があります。コーセラ、先ほどご紹介したスタンフォードの2人の教員が立ち上げたフォープロフィット のベンチャーなんですけど、コーセラが最近6月2日ですねに発表したのは、アメリカの9個のかなり巨大な高等教育のシステムと提携したと。ニューヨーク州立大学、これアメリカで一番大きい高等教育のシステムです。テネシー、コロラド、ヒューストン、ケンタッキー、ネブラスカです、ね、
提携したと。で、どういうことを考えているかっていうと、これもかなり高等教育の将来を指しているかなと思うんですが、その大学によってはですね、ブレンデッドラーニング、要するにコーセラ のビデオレクチャーとかを授業で流して、でその授業を教えている先生が、それに合わせて講義をすると、ブレンデッド教育ですね。でこれはコーセラにお金を出しているので、カスタマイズできるというふうになっています。でこれが要するにこれはコーセラを教科書として使っている、教科書です。これが一つのもの。もう一つのもの、これ非常に面白いものですけど、そのある高等教育のシステムは、その学生にコーセラのコースをその学生自身に取らせて、もう自分で取らせて、で最後に大学に来てテストを受けて、テストに向かったら単位を与える、こういうことを考えている。でこれはもう大学は教育をする場ではなくて、もう試験場、試験場のモデルになります。これも一つ の将来のモデルになるかと思います。で実際にビジネスモデルも出したんですけど、一人頭8ドル、コーセラがその、この9つ の大学のシステムからもらうと。これでビジネスモデルを作ると。1人頭8ドルというのは、要するに800円ですね。大したお金はないんですけど、ニューヨーク州立大学は47万人の学生がいます。47万人の学生がいます。これはそう、そうこう軽く無視はできないかなと思います。で、このニューヨーク大学、州立大学がコーセラと提携したってね、ちょっとこうニューヨーク大学がどう、州立大学がどういうものかっていうのを見てみたんですが、約47万人の学生がいる、8万8000人の教員がいる、7500のデグリーあるいはサーティフィケートプログラム、64のキャンパスで、2012年に、8万6000人の学生が何らかの形で e ランニングの授業を少なくとも一つ受けたことがあるとです、ね、そういうもう巨大な高等教育のシステムです。アメリカで一番大きい高等教育システムで、このニューヨーク州立大学がコーセラと提携したと、これは非常にビッグニュースです。でこのオープンスーニーステイトユニバーシティオブニューヨーク州立大学がこの先3年何を考えているかというと、もうすでに47万人の学生がいますが、10万人増やすとこの3年の間に、しかもですね、全て e ラーニングで増やすと ね、ですからキャンパスは拡大しない、施設は新しい施設は、作らない、教員もそれほども雇わない、 e ラーニングで10万人増やすと。これは彼は言ってないですが、明らかにニューヨークだけでは10万人は増えません。明らかにニューヨーク以外の学生たちをターゲットにしていま す、ね、アメリカ以外の学生たちをターゲットにしていま す、ね、もうそういう世界になります。 MOOC が出てきて、もう教材は、そこにあります。でスーニーもこれからこういうデジタル のオンラインの教材を作っていくと、この一つ の e ラーニングの予算の中に、教員が e ラーニングの教材を作るためのサポートも予算、またその施設も作るんですね。で10万人増やすんだ、これはもう大変な作戦です。大変な作戦です。この MOOC をスタンフォードの教員が打ち上げて、でまた MIT でも電子回路、先ほどオープンコーセラの方でご紹介したアナンダ・アガワール教授の電子回路の授業、あれをMIT の初めての MOOC として edX で打ち上げて、で一つ分かったのはですね、一つの MOOC を教えることによって
ものすごいデータが、データを得ることができます。でそのデータに基づいて初めて論文が出たんですが、もうつい先月出た論文で、これはMIT の本当に仲間の人たちが書いた論文ですけど、これは電子回路の、先ほどの電子回路の、一つのムークですね、一つのムークの、データで、に基づいてやった論文ですけど、電子回路ですね、15万5000人 の、 人たちが登録したとですね。でもう本当に大量なこのビッグデータが手に入ったと。そのデータ110GB のデータが一つの授業を教えることによって、 110GB、 これ一つの図書館です。でこれが一つの MOOC を教えることによって手に入ったとですね。でこれ何が分かるかっていうと、一人一人の学習者がどういうふうに勉強したか、クリッククリッククリック全部分かるんです。ですから15万5000人の学習者で始めて、で結局は2万人修了しました。そのうち300人が満点だったんです。この電子回路、スタンフォードと全く同じパターンです。でその最後まで修了できなかった学習者がどういうふうに学習したか、また2万人修了した学習者がどういうふうに勉強したか、また満点を取った300人がどういうふうに勉強したか、これは明らかに新しい分野ができつつあります。教育の分野ですけど、でもこれはビッグデータの分野ですね。この分野をうまく把握して、で分野としてその、この設立した大学あるいは国、これ非常に大切な分野になると思います。もうビジネスではもうビッグデータも当然です。教育は今まではいろんな形で評価していましたけど、かなりこう主観的な評価の仕方をしてきました。それがこの MOOC によって、このビッグデータによってかなり客観的に、その教育の効果、いろんな教育のラーニングスタイルが分析ができるようになるとですね。これはいろんな分野に、影響があると思います。この電子回路を取った学習者のうちの 67% が、英語が第一言語、 16% がスペインが第一言語、これもまさにこのアメリカを反映していますね。 27% が、高卒、 37% が、大学を卒業していて、 28% が、修士か、まあ修士以上のデグリーを持っている。ですからこの MOOC はもうかなり教育がある人たちだけが取るものかというふうに思われてきたんですが、実はそうではなくて、 27% が高卒です。で彼らはこれを勉強してどうにか大学に入ろうというふうに考えている人たちもいると思います。で最後にですね、先ほどの MIT の電子回路、またスタンフォード の、 人工知能もそうですが、15万人でスタートして2万人修了して、うち300人が満点を取った。でその300人がどこにいるかというのが分かる。電子回路、 MIT の電子回路を去年の春、ちょうど今頃ですね、取った、ある青年、この青年なんですけど、モンゴルのウランバートルにいる青年で、この電子回路を取った当時は15歳でした。で満点を取りました。ですぐにこういう天才的な青年が、ウランバートルにいるって分かって、でコンタクトしました。で彼はこの9月に16歳で MIT に入ります。こういうことが起こっています。もしこの MOOC を取らなかったら、このような天才的な青年がここにいるっていうことは分かりませんでした。世界中にいます。アフリカの
もう本当に貧しいこの教育が受けられないような、その場にいる若い人たちがインターネット、さえアクセスできればムーブを受けられます。パキスタンに12歳の女の子がいて、で物理学を一生懸命勉強した、そういうお話もあります。ですからこれからこういう思いがけないようなことがビッグデータですね。もう一人の教員が2万人3万人4万人教育できる、で機械で採点する、あるいは学生同士で作文を採点する、また世界中にいるもう本当に 天才的な、若い人たちを把握することができる、いろいろなことが起こっています。でニューヨーク州立大学、これから10万人増やす、でこれは明らかにもうグローバルの作戦です。アメリカの学生だけではありません、世界中の学生を集めようとしています。教育のオープン化ですね、いろんな形で今著しいのスピードで、発展しています。以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、質疑に行きたいと思いますが、非常に印象深いお話ありがとうございます。すごいことが起こってるんだなという印象なんですけれども、このオープンコースウェアとかオープンエデュケーションに関して問題っていうか難しいと思うようなことっていうのはどういうところがあるんでしょうか。なんかこう今までの話だといいところばっかりという感じで、なんかこう夢のような世界みたいな気がするんですけど、なんかこれ今まで開発っていうかやられた中で、これ非常に難しい、あるいはこれから難しくなっていくんじゃないかというような問題について教えてください。一つはですね、これはもう常にある問題ですけど、このどういうようなビジネスモデルでこれをやるかということですね。オープンコースウェアもそうですし、MOOC もそうですけど、無料で提供するのはいいんですが、お金がかかります。例えば一つの MOOC を作るのに、これはもう白紙状態から一つの事業を作り上げなければいけないので、場合によっては2000万円かかる場合、一つの事業を作り上げる、これはもうシステムか何かも全部作らなければ、これをどういうふうに確保するか、これは大変な問題です。で MIT は一応今MIT ハーバード、共同で EdX っていうものを作って、で MIT ハーバード300万ドルずつ投資しました。このノンプロフィットのエレックスで、これで今やっています。これはノンプロフィットに、するというコミットメントがございますので、これからもその資金集めをします。これがうまくいくかどうか、今のところはもう非常にこうエキサイティングなので集まっているようですけど、これがどれだけ続くか、これ大変難しい問題です。コーセラの方はフォープロフィットですから、ビジネスモデルを作らなければありません、ございます。で1人頭8ドルで実際にこのまま続くかどうかっていうのは、これはまだやってみるまで分かりません。このような問題、これが一番大きな問題ですね。あと言葉の問題とかもございます。貴重なお話ありがとうございました。先ほど物理の例があったんですけれども、あの講義は1999年のビデオですよね。もう15年前になります。今MIT のオープンコースウェアっていうのはどの程度更新されているのか、99年であっても物理学であれば基本的なものっていうのは変わらないはずですよね。なので非常にその教えるのがうまくて評判の高い MIT の有名な教授が提供されるレクチャーであれば、何年経っても新鮮味が失われないと思うんですけれども、その他の講義についてどの程度の更新をされているのか、そこの何か基準があるのかどうかというのが一つで、例えばそういう物理ですごくいいものが出てしまうと、その後に続く
教員っていうのはかなりハードルが高くなりますよね。それを超えるものを果たして提供できるのかどうか、そのあたりについてもご意見を伺いたいと思います。はい、まず2番目から申し上げますと、確かにルーン先生、ルーン先生がたまたまビデオレクチャーご自身持ってたんです。というのはそのオープンコースウェアっていうのはその教員が学生のために作った教材を提供しているので、ビデオレクチャーなんて普通作りませんよね。たまたまルーン先生がビデオレクチャー持ってたんです。それを使わせていただいているんですけど、ルーン先生がビデオを打ち上げてから、物理学の先生たちいろいろとまたそれをチャレンジとして面白い授業を打ち上げています。この同じ授業で他の先生が教えるときにはいろんなシミュレーションをします。シミュレーション CG のそれをかなり のお金を NSF から取ってきて、で提供しています。これも世界中で使われています。ですから、チャレンジですね。そういう意味ではオープンコースや MIT の教育の向上に役立っていると思います。その1999年、かなり前のことですね。オープンコースエア2100の科目が打ち上がっていますが、一つ一つの科目の平均年齢が 5.5 年です。で、これはどういうふうに考えたらいいかというのを今いろいろと議論しているんですけど、おっしゃった通り、物理学は、物理っていうのはもう内容は変わりません。内容は変わりませんので、ルーン先生の授業はあれでもう立派に今でも見せてもういいかと思いますが、中にはやはりこう内容をもう少し早く更新したいという授業もありますので、これからそういう方針を立てて、どういう授業をもう少しその 5.5 を例えば 3.5 にするか、これはもう予算面にもかなり影響していきます。今はそのオープン構成の予算で一番使っているのがその内容をリフレッシュする場合ですか。その基準を決めていくのはファカルティを集めて委員会か何かを作って決めていくんでしょうか。でそれは有志なのか、やりたい人手挙げて、さっきの2000日60人が先先駆者としてやってましたよね。そういった形から集めていました。これはですね、一応このファカルティアドバイザリーボードという私がまたまた見る委員会があるんです。そこで話し合うことだと思います。今も実際にそれをそのディスカッションを始めています。非常にエキサイティングなお話ありがとうございました。2つ質問があるんですけれども、1つは MOOCs を利用している学生、受講生と教員との間のコミュニケーションというのは取られているのか、でもし取られているならどういうふうにしているのかということが1つと、もう1つはもし MOOCs が広く普及した場合に大学の教員は何をしたらいいの、教員はどうなるの、普通の教員です、はい、その2点お願いします。ですね、10年前にこの e ラーニングについて、考えた時にはですね、 e ラーニングっていうのはいい教育ができない。どうしてかっていうと、その教員とその受講生の間でのインタラクションがないから。やはりこうやって教室に集まってこういうふうにインタラクションをするの、これが本当の教育だと。で今でもその e ラーニングはその学生とのインタラクションが持てないから、教育でやる教育、教室でやる教育ほどはいいものではないというふうに考えていらっしゃる方がかなり多くいるかと思います。実は私もその一人だったんですが、この MIT で MOOC をやって、いまして、で見てもう完全にその私の態度が変わったんですけど、何が違うかっていうと、このソーシャルメディアが最近普及していて、で学習者はですね、ソーシャルメディアを頻繁に使っています。でそのこのインタラクションがかなり濃いインタラクションだっていうのが分かりました。例えばですね、先ほどちょっと申し上げたミシガン大学のラムキン教授がコーセラを通してサイエンスフィクションの文学の授業を去年教えたんですけど、で彼がその教え始めてすぐに気がついたのは、
5万人いましたけど、すぐにこうコミュニティができた。そのコミュニティが何かっていうと、言語ごとに、すでに韓国人は韓国人をお互いに探して、韓国人のコミュニティを作ったんですね。で、フランス人は、どうしてそういうことをしたかっていうと、毎週その、何かこう作品を英語で読んで、で宿題出さなきゃいけなかったんですが、その外国語のが母国語の人たちは、英語でもう最初から読むのは、これはちょっとしんどいと。だから、まずその訳サイトを、例えば韓国語で、でしかもそのコミュニティを作って、韓国人の人たちと一緒にディスカッションした上で、その宿題を提出したと。こういうことなんです。で、ラッキン教授はそのコミュニティの中にちょっと入っていって、いろいろ聞いていて、で時々何かちょっとこうディスカッションが逸れてしまうと、彼がそこに入っていって、実はこうなんです、こうなんです。ちょっとこう、彼の存在感を示したと。これは非常に大切だと思います。先生によって、もうそういうディスカッションに一切参加しない先生もいれば、もうかなり頻繁に参加している先生もいます。で、2番目の質問ですけど、これは非常に難しい質問ですね。先ほどの、ニューヨーク州立大学が考えていること、これが一つ の, このフレームワーク、こういう今先生がご質問なさったそういうこの問題を考えるフレームワークになるかと思いますけど、ブレンデッドラーニング、これ一つ の, モデルになりますね。明らかにでこれは別にそんな新しいものではなくて、我々みんな教科書を使います。でこの教科書はどっかの先生が書いた教科書ですね。でその教科書を学生に読ませて、その教科書の中には最近の例えば物理学の教科書なんていうのはいろんなものがついてきます。そうですね、DVD がついてきて、レクチャーもついていれば、いろんなこう質問、あるいは場合によっては試験なんかもついてきますね。ですからそれが今度 MOOC になるというか、それほど違ったモデルがないかと思います。 MOOC を教科書に使うと、これは分かりやすいモデルですね。それがですね、このもう一つ の, モデルで、その学生にもう MOOC を取らせて、教員は全くその学生を教育しないで MOOC を取らせて、で最後に大学に来て試験を受けて合格したら単位を与える。これは教員の立場がなくなってしまいますね。でこれをどういうふうに考えているか、これは私も分かりません。このモデルが普及するかどうか、一部ではなんか普及するような気がします。大学によってこれ非常にその予算面で助かりますから、ですから一部では普及する可能性があります。これをどういうふうに考えているかというのは、まあ半信半疑、ちょっと心配しながら、これはちょっとしっかりとどういう形でそのプロセスが行われるか、これから勉強したいと思います。ありがとうございました。ちょっと話大きくなるんですけど、日本の国としてどうしていったらいいかなというなんかちょっと心配があるんですというのが、言語がまず日本語というのがちょっと今こうなってくるとハンディキャップになっちゃう可能性もありますよね。それから予算が、国の予算がどれだけ出してくれるかということで、これだけ大きなものができないと、そうなってくるとともかく先生のところへこう参加させていただくとか、なんかそういうようなことをもう地道にやっていくしかないんでしょうかね、というところなんですけど。これは私が答えることではないんではないかと思いますけど、一つ先ほどそのニューヨーク州立大学 の, この先3年 の, 計画を見て、いやちょっと心配になったのは、10万人増やすと、明らかに外国人をターゲットにしています。ですから、で日本というのは外国から見てみると非常に魅力的な国です。というのは裕福であって、教育もしっかりしている、でみんなしっかりした国民だという、そういうイメージがございますので、学習者としては非常に魅力的なその学生のをリクルートしたい国になるんです。中国もそうです。インドはこの先200の新しい大学を作らないとその高等教育が済まない。200、これも当然作れません。
そんな予算がない、そんな教員がいない、ですからもう e ラーニングでやらなければいけない、でその辺をその辺も考えていきます。ですから日本は日本で日本なりのそのこう何か世界の中での日本ですね、どういうふうに考えたらいいか考える必要はもちろんあると思います。でもこれは私が答えることじゃないと思いますので、ぜひ皆さんの間で議論していただければと思います。伊藤から質問して大丈夫でしょうか。いいですよ、どうぞ。大学での、オープンエデュケーションや OCW の、展開のノウハウについてなんですけど、例えばですね、今九州大学で、各先生方に、OCW やオープンエデュケーションの、そういった OCW とかのために各先生方の教材をアップロードしてくださいというようなお願いをしたとして、多分その思想に賛同してくれる先生もいらっしゃるとは思うんですけど、また忙しい作業が増えるとかでなかなかその思想には賛同するけどそこをやれないよっていう先生だったり、そもそも思想にちょっと合ってないっていう先生もいらっしゃるとは思うんですね。でそれでなかなか難しいところもあるかと思うんですけど、 MIT でほぼ全ての授業を、各先生の、資料を公開されているっていう、ことが、紹介されてたので、 MIT の中でも多分そういうことはあったんじゃないかなと思うんですね。でそれをどう乗り越えられたのかっていうそこのノウハウを教えていただければと思ってます。そのオープンコースウェアを最初に、立ち上げるにあたってメロン財団とヒューレット財団に資金を、つけていただいたんですが、ともかくその約束としては5年以内に MIT で教えている科目ほぼ全ての 教材を打ち上げますと、そういう約束をしました。ということは MIT の教員を全てに賛同していただけなきゃいけないということです。これどうやってやったらいいか、学長がトップダウンでやりましょうっていうと普通教員は嫌です。きっと私もそう言ったと思います。ですからトップダウンではこれはうまくいかないと。ということはボランティアでやってもらわなきゃいけない。ボランティアでやってもらわなきゃいけないんですが、全ての教員にこれ参加してもらわないと成功しないということで、その最初に申し上げたこの60人が全てもうすでに教材を打ち上げていたので、その辺からスタートしました。もうすでに打ち上げている人たちからスタートして、でやはりこういうのやってみようという教員が一部いますので、60人から、100人、200人、300人と500人に行ったところで火がつきました。500人に行ったところで急にその学内の、この、雰囲気が変わりました。ある先生が言ったんですけど、最初彼がオープンコースをやってである委員会でみんなにどうしてこんなことやってるんだと聞かれた。で 500コース超えたところでそのある委員会で一人だけオープン構成をやっていなくて、あなたどうしてやっていないんだと、もう世間の目がかなり聞き始めた。ですからその最初の500ですね、25%、 そこに持っていくまではいろんな工夫をしました。今説明会もキャンパス中で開いて少数の人たちを招いて説明をしたりいろいろとしました。やっとその500に行ったところで、あ、これでいけるなというふうに分かりました。今のと関連するんですけれども、 MIT って以前からブラックボードを多分かなり前から使われていると思うんです、学習ラーニングシステム。ブラックボードは使ってないですか。今何かそれ、そういうのを今まで使ってたかどうかということと、それとの関係で、すでにそういう電子教材を使って学生とのやり取りに慣れている、そのあたりがオープンコースウェアに移行するのに何か役に立ったかどうかということをお伺いしたいんですが、はい、MIT ではブラックボードは使ってないんですが、MIT で作った LMS を使っています。ステラっていうんですけど、で
ステラーは学内のものなので、例えば著作権をクリアしてないものも自由にそこに、載せられます。一応フェアユースと。で、それとオープンコースエアの関係なんですけど、そうですね、ほぼ同時に打ち上がりました。同時ですから本当はこれを一つのシステムにしたいんですが、なかなかそれは難しいです。著作権の問題もありますし、2つの個別のシステムとして作ってしまったので、これを一緒にするってことは非常に難しいです。でもどこかでその例えばこの LMS に載せているものをオープン構成で自由に打ち上げるように、できたらいいなとは思っています。そのこの LMS をやったからオープン構成が成功、その因果関係はちょっと見えますね。意図はもう良いですか？意図はありません。はい、じゃあ大橋は何か質問ありますか？声が聞きにくいんですかね。大橋からの特に質問はないようです。はい、わかりました。じゃあ尾崎はないですか？ない機会はそうそうはないので、ぜひ。先ほどの質問にも関連してなんですけども、その e ラーニングで LMS とかをやってらっしゃる、そのいわゆる、まあ、通信の大学、例えばアメリカだったらフェニックスとか、イギリスの、オープンユニバーシティとか、まあ、そういうふうなところは それでこう成り立っているわけですよね。で、今の MOOC とかそういうのが無料でこう、授業を受けるっていうふうな大学が提供しているものが出てきて、その、まあ、既存のそういう通信とかでやってるところの大学とかに影響が合ってるっていうふうな話っていうのは、アメリカの方ではございますか？ですね、オープンユニバーシティ、イギリスのオープンユニバーシティですね、一番古いオープンユニバーシティですけど、オープンユニバーシティはもう最初からオープン構成をやっていました。で、おっしゃった通り、オープンユニバーシティはその、e ラーニングで学習をすると。ですから彼ら の収入源の一つで大きなの教材を売るということですね。それをオープンコースエアで無料で提供してしまうということはどういうことかと。もちろん全ては提供しています、ただそのオープンコースエアで一部提供してから、2、3年経ってからオープンユニバーシティの人が教えてくれたのは、オープンコースエアを提供したことによって8000人の新しい学習者が登録してきたと。これ分かるんですね。オープンコースエアのサイトにまず入ってきて、それを見て、で今度登録するサイトですから、オープンコースエアを通じて登録してきた学習者が、誰かっていうのは分かるんですが、8000人だったんです。これかなり の人数ですので、オープンユニバーシティは喜んでいらっしゃいます。ただこの MOOC が始まって、私は直接は聞いてないんですけど、きっとオープンユニバーシティもこれは黙ってはいられないというふうに考えているかと思います。で、オープンユニバーシティ の代表もMOOC の会議には、常に出てきています。フィニックスはちょっと違ったモデルですね。フィニックスは違ったモデルです。これはフォープロフィットで、20万人かそこらの学習者を抱えている強大な高等教育のシステムです。巨大な。フィニックスがこれからどういうふうに動くかっていうのはちょっと私も興味があるんですけど、もうすごい会社です。ものすごいマーケティングの予算を持っていて、でフットボールスタジアムを作ったんですね。彼らフットボールチームあります。アリゾナに素晴らしいフットボールスタジアムを作って、そこでスーパーボールをやるんです。それが宣伝になってるんです。で、自分たちはフットボールチームがございます。一時ですね、学歴と学習歴っていう話があってですね、例えば今 MOOC してですね、単位を認定されていくと、ある同じ科目を取った学生っていうのが、成績もあるかもしれませんが、卒業していくような感じになるかと思うんですね。
そうすると、ある意味大学を卒業したといったふうなその資格みたいな感じになるのかですね、自分がこういうふうな大学卒業しただけで九州大学の卒業生ということではなくてですね、大学卒業したって資格を持って専門は何ですといったふうなことを社会に対して自分がその宣言するような感じになるのか、その相変わらずその大学生のブランドが残るということになるのか、そのあたりは何か見通しとかあるんでしょうか。どうでしょう先が本当にわからないです。先に本当にわからないですけど、ブランドは残ると思います。九州大学は問題なく残ると思います。MIT も残ると思います。ただその教育が変わるというのはこのMOOCを見ていますと、これはもうかなり根本的に変わる可能性があります。どういうふうに変わるかはまだわかりません。大学が試験場になってしまう。これも一つの可能性ですね。ちょっと悲しいことですけど、でも予算的に考えてみるとこれは一部ではそれを喜ぶ方たちもいます、あとはそうですね、もうグローバルな場で、学生を呼び寄せるイラン です、ね、ですからそういう学習者がどういうようなこの学歴を持って例えば就職するときに、やっぱ就職が一番大切なポイントになるかと思うんですけど、これがどうなるかっていうのはちょっと先は見えないんですけど、根本的に変わっていくっていうのは確かかと思います。どうでしょう、何かお考えありますか。そういう感じもありますよね、誰にも分からないですよね、しばらくは。しばらくは分かりませんけど、ただ一つ言えるのはこのようなこのMOOCの世界になったのはたった1年です。1年でこれだけ変わったということはもう1年するとまた変わります。キャンパスに来ている学生とそれから、こういうオンラインでつながって教育を受けている学生の差別化っていう点ではどういうふうに例えば先生の方は考えているか、あるいは学生の方は考えているか。はい、ですからこれは e ラーニングはどれだけいい教育を提供して、でその e ラーニングの方で教育を受けた学生がどれだけキャンパスの学生たちと比べてできるか、その辺が分かってくるところで差別があるかないかっていう、ことが出てくるかと思います。もし仮に MIT が e ラーニングで MIT の授業を MIT の授業として単位を出すとしたら、e-learning の方は MIT の学内教室、MIT キャンブリッジで教えているのと全く同じ質でなければいけないというふうに言います。ですからそういう差別はないはずですが、これは実際に動き始めるまでは分かりません。そういう例はあるんじゃないかなと思うんですけど、例えば今州立大学かなりが先生が教室で教えてる場をもう録画して、で次の学期にその先生の授業をその先生が教室で提携するのと同時に e ラーニングでも全く e ラーニングで受けられるようなモデルをもうかなりの州立大学でやっています。ですからそこを調べればそういう、偏見があるかどうかっていうのが分かるかと思います。ちょっと私聞いたこともないんですけど、特に質問がなくなったようなので、はい、素晴らしい講演をしていただいた宮原先生と活発な質疑をしていただいた皆さんに感謝の意味を込めて拍手で終わりたいと思います。